近くのスーパーで台湾のパイナップルが売ってたので買ってきました。かなり立派です。もう手と比べたらね、大きさがわかると思うんですが、これで700円ぐらいです。今まで台湾産を食べたことはあると思うんですけど、ちょっと思い出せないですね。また中国が嫌がらせをしてるってことで、支援の意味も込めて買ってきました。なかなかいい匂いしてます。ちょっと楽しみですね。切ってきました。切ってる間もすごくいい匂いがして、本当に美味しそうです。ちょっとこう愛想のない盛り方、切り方で恐縮なんですけど、早速いただいてみます。うん、美味しい。糖度高いですね。甘いですよ、すごく。うん、酸味もちょうどいい感じです。多分ヨーグルトにすごく合うと思いますね。とジュースにしてみたいですね。かなりジューシーですよ。これ見えますかね、フォークで刺すともうじゅわっとジューシーに汁が出てきます。多分こんなの一人でペロッと食べちゃいますね。ほら、このジューシーさ、グッと押すともう汁が滴ってきますね。こうやって、うん、口の中ですごくこう果汁が出てきます。果汁すごいです。これ普通に絞ったらパイナップルジュースできますね。まあどのパイナップルもそうかもしれませんけど、でもジューシーさがこうすごいと思いますね。たまらんな。うん、美味しかった。こんな風に果汁がすごい豊かです。美味しかったです。ごちそうさまでした。このブランドはたまたまスーパーで見かけたブランドなんですけども、非常に美味しかったですね。他のブランドも1個だけ置いてましたが、まあまたね、台湾産すごく美味しいですし、支援にもなりますから、また見かけたらぜひ食べてみたいと思います。台湾の皆さん、ありがとうございます。